今回はヤフオクで再生バッテリーを買ってみたよ。データのバッテリーが上がってしまったので交換の時期だね。購入したのはヤフオクで4000円の再生バッテリー。送料込みで5000円という破格の値段だよ。再生バッテリーがどんなものかお試しに買ってみたよ。電圧を測るよ。出荷時 23V は出ている説明だったよ。どうやらその通りのようだね。正直バッテリーの電圧チェックは目安程度だよ。では早速バッテリーを交換するよ。その前に現状のチェック。このようにかからないね。まず古いバッテリーを外すよ。マイナス端子から外していくよ。固定する器具を外したら取り外せるよ。バッテリーは重いので注意。今まで使っていたバッテリー、もともと交換時期だったところを今年の寒波でとどめを刺されたよ。実は充電をしていたので、ゲージを見る限りでは元気そうに見えるけど、これは罠だよ。電圧も実は 12V 以上あるけど、すっかり荒れてしまっているね。新しいバッテリーを取り付ける前に、ちょっと清掃したよ。バッテリーを置く台座は向きがあるから、ちゃんと置こうね。取り付けるときは、プラスから取り付けようね。ちなみに黄色い配線は、オーディオのケーブルです。先に固定用のパーツを、取り付けた方がいいね。順番適当なので気にしないで。固定はできたけどやたら硬つくよ。気に入らないね。前のバッテリーの時も気になって、そこの部分にゴムを貼っていたよ。バッテリーの底の部分にゴムを取り付けて再度付け直し。そこまでしなくても問題はないと思うけど気持ちの問題だね。最後にバッテリーの取っ手を取って完了だね。交換は完了です。あとはエンジンの始動です。再生バッテリーの威力をとくと見よ。ま、待て、慌てあわ慌ててるでないぞよ。なんてことのない事態であるぞよ。この程度で慌てるなど、少子千万。
バッテリーが上がってしばらく放置状態だったため、ガソリンがエンジンに送られるまでの時間が少しかかりました。アクセルベタ振りの状態でセルを回していたらかかったよ。別に焦ってねえし。ちなみに前のバッテリーは別の車で実験した際にはやっぱりエンジンはかかりませんでした。再生バッテリーの耐久性は今後見ていきます。早めの交換バッテリー。ご視聴ありがとうございました。